ユース年代の日本のサッカーは世界でもトップ10に入る実力を持っています。そのユース年代の選手たちが高校のチームと、そしてクラブユースのチームの枠を超えて戦う全日本ユースサッカー選手権高円宮杯も今年6回目になります。今日の決勝は清水商業が勝てばこの大会3連覇、日産 FC 横浜マリノスユースが勝てばクラブユースとして初のタイトルということになります。だいぶ風が秋めいてきました東京国立競技場です。今日のこの決勝の解説はそのクラブユースをかつて率いた経験をお持ちの松木安太郎さんです。松木さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。松木さん、はい、大会を通じてですね、はい、関係者の間からクラブユース頑張れという声が非常にたくさん聞かれますね。そうですね、やはりこの決勝にまで特に今年ですね、この横浜マリノスのチームが来たということで、このユース年代のこの激しい高校チームとですね、はい、クラブチームの戦い、今日は楽しみですよね。昨日はJリーグのナイトゲームが行われたこの国立競技場で、今日はユースの日本一を決める対戦がこれから始まります。両チームの選手が入ってきましたが、共にチームカラーが似ているということで、今日は白を基調にしたマリノストリコロール、そしてブルーを基調にしたのが清水市立商業です。さあ、それではこの清水商業のこの大会の勝ち上がりから見ていただきましょう。長野県の松本深志に10対1で勝った後、横浜フリューゲルスのユースにも完勝しました。昨日西ヶ丘で午後行われたゲームで選手権で勝った市立船橋、4対2と接戦で勝ってきました。その清水商業のメンバーをご覧いただきましょう。今日はキャプテンのアンダー18代表の松原が出場できません、出場停止です。ゴールキーパー小林弘樹、柴田、谷池、大石、そして左に薬師寺が入ります。早川、1年生の小野が15番でゲームを作ります。12番も小林も注目の選手、9番は漆バタと読みます。11番藤本はこの大会おなじみの選手、そして18番2年生の新田です。サブのメンバーはこの大会は9人登録できますが、清水市立商業は今日は7人のメンバーを入れています。勝てば3連覇という清水商業、地元で清翔と言われている全国でもおなじみのチーム。一方横浜マリノスユース、全日本クラブユース選手権今年で2連覇、高校のチームにいずれも勝ってきました。昨日の帝京戦は4対3、3対1から追いつかれて、また松木さん、クラブユースの勝負弱さが出るのかなと思いましたらロスタイムになって勝ってきました。この辺がね、やはり決勝でどれだけ素晴らしいプレーを見せられるかと期待したいですね。そのマリノスのメンバーです。ゴールキーパーは阿部、宮沢、横田、田沢、田中という不動の最終ラインです。三宅、草柳で中盤の底をまとめて、渡辺、石立でゲームを作っていきます。石立はまだ1年生、そして前に富田と松木。マリノスユースはトップチームと同じようにサブのメンバーは5人しか入れてきません。まもなく決勝のホイッスルが吹かれようとしています。レフリーは J リーグでも笛を吹いている砂川さん、ラインズマンは中込さんと下村さんです。前半はピッチ左にブルーの清水市立商業、右ホワイトを基調にしました今日は横浜マリノスのユースです。松木さん、はい、両チームの特色から言いますと、非常に安定感のある清水商業、マリノスの方はですね、個人技が非常に高いと思うんですね、はい、そうですね、この今まで言われてた高校チームがバランス的にかなりいいレベルまであると、それに対してこの、クラブチームはですね、この個々の技術をこうまず伸ばしてということで、はい、その辺のね、ぶつかり合いが楽しみです。横浜マリノスユースは全日本クラブユース選手権、今年はガンバ大阪に決勝で1対0で勝ちました。清水市立商業はこの大会勝てば3連覇。右のマリノスユースのキックオフで前半が始まります。45分ハーフです。清水市立商業はキャプテンの松原が最終ラインに今日はいません。そのあたりが一つ心配という大滝監督ですが、そうですね、やはり今まで戦ってきたメンバーで特にディフェンスの組織を、うまくしたかったというところでしょうね。左ファイ、ゴールキーパーの小林弘樹もアンダー18、18歳以下の日本代表のキーパーです。
マリノスの出足がいい。思い切って打ちましたね今。15番は注目の清水商業の小野。小野と12番の小林弘樹で作ります。いいでしょ。割って入る漆畑、ファールです。ちょっと手で抱え込まれました。突破力のあります清水商業の9番の漆畑が左のウィングのポジションにいます。清水商業の方はもう何年もですね、はい、その3トップ 4-3-3 の形をずっと続けてますので、ね、かなりこの年代にはバランスのいいこのシステムだと言われてますね。18番のセンターフォワードの新田は180センチ、11番の藤本も176センチ。藤本マリノスユースのゴールキーパーの阿部も184センチ。松木さん、はい、去年のこのチームのキャプテンだったのはゴールキーパーの伊藤で、今マリノスのトップにいますんで ね、はい、もうこの大会で活躍した選手が続々 J リーグへ入っていく、またオリンピックチームやもうユニバーで活躍しているという、はいね、ちょっと手に当たったようにも見えますがホイックスルありません。昨日も福岡でユニバーシアードで優勝した、そのユニバ日本代表の中にも清水商業の OB が何人か含まれてました。なかなかこの年代の選手でですね、はい、松木さんのこの年代の時にはこういう交流はなかったと思うんですね。もう全くありませんね。ですからこういう大会がどんどん増えればいいなと思いますね、はい、今18歳以下ということになれば松木さん、はい、この後のですね2002年あたりで24、5、6あたりになるわけですか。そうですね、この年代がやはり日本のサッカーをぐっと持ち上げていかないといけないという、そういう年代ですからね。左サイドは宮澤、テクニックがあります。3番清水商業は最終ラインに谷池、チームを率いる清翔の大滝監督です。いや試合前にこの大滝監督が、いや今日のゲームは大変だけども、やはりクラブチームはそのナイターのゲームが多いということで、はい、その辺はうちにとってこの暑くなれば有利だろうという話をしてましたね。マリノスはいつでもこの大会は高校のトップレベルにあるチームを3チーム下してきました。まだ両チーム無得点。前半の立ち上がり3分、いいものですよ。8番の草柳、18番は石立、いいディフェンスですね。清水商業に比べるとマリノスは4バックの両サイドがかなり上がってきます、はい、一番手前に坂木監督、元日産のディフェンダーですね。そうですね、僕も現役時代よくお疲れましたけどもね、かなり激しいプレイヤーでした。前からプレッシャーをかけます清水商業のフォワード。非常に中盤からのディフェンスが清水商業は安定しています。12番の小林久明、やはり清水商業でですね、一番いいところといいますと、このパスの速さといいますかね、本当にピシッピシッとパスを出して、はい、この辺が僕は見どころだと思いますね。昨日の西ヶ丘での準決勝を見ましても、清水商業は非常に組織がしっかりしてますし、逆に言うとマリノスはこのフォワードに非常にテクニックがあります。はい、いやもう松木ですか、期待したいなと思ってます。10番がキャプテンの松木前にいます。個人的なこともありますけど、はい、ミドルシュートを打っていきましたマリノス。これが注目の松木、まあ、本人に言いますとサテライトで相当ゲームに出てるという話でしたから、はい、やはりこの年代はこのトレーニングよりも試合で、はい、これはいいシュートでしたね。思い切ってきましたけどね。昨日の帝京戦で先制点を挙げたのもこの人でした、はい、8番の草柳がいて、その後ろ中盤の初後ディフェンシブハーフの6番の三宅がいるというマリノスユース。やはりこの年代はもうゲームの経験というのが一番大事だと思うんですね、はい、ですからそういった意味ではそのサテライトで出れたりいろんな形で出れるというのは彼らにとってはプラスになるでしょう。立ち上がり5分を過ぎました。まだ両チーム無得点。3連覇を狙う清水商業、クラブチームとして初めてこの全日本ユースサッカーのタイトルに手が届きかけているというマリノスユース、うん、まあ、なかなかこの大会はその J リーグの下部組織のユースチームは勝てませんでした、まあ、一部には
勝負弱いというような言われ方もしてるんですけどね、はい、松木さん。そうですね、やはりそのこのクラブチームといいますと集まってトレーニングできる期間といいますか時間が少ないですから、はい、その辺のこの組織作り、おさあ小林シュート、先制しました清水商業、前半の5分いい突進でしたね。ディフェンスと1対1になって小林弘明が抜けていきました。前半の立ち上がりデンジャラスタイムに1点を失いましたマリノス。ここ1本ですね、1本のスルーボールからシェッと決めましたね。キーパーの脇のあたりニアサイドを狙っていきました小林。小林今大会3点目。立ち上がり非常に積極的な清水商業、いいバットですよ。前は3対2、裏に出ます。9番は富田、中で待っている松木、ディフェンダーに当たりました。コーナーキックです。この小林のシュートで前半の5分に先制しました。ここでよくねディフェンスが来てたんですけども、きちっとディフェンスをかわして落ち着いて決めましたね。先制されましたマリノスのチャンス、前半の7分になっています。はい、キーパーの小林弘樹も184センチ、18歳以下の日本代表です。落ち着いてましたね今のキャッチングも。立ち上がり1点許しましたマリノスユース。最後はこの小林がマンツーマンになってから松田体を入れてスピードで振り切ってきました、ね、そうですね、ちょっと、マリノスの方のディフェンスもちょっと中途半端だったかなというシーンでしたけど、3連覇のかかる清水商業が前半5分12番の小林のシュートで先制しています。この小林ちょっとコンビネーション悪かったですね。ラインが押し上げます清水商業。ゆっくりと組み立てるマリノス、こぼれ球です。この清少が取る、1年生の小野、ディフェンシブハーフが入ります。この後ですね、右サイドのディフェンスが上がる田中、いいオーバーラップです。まだあります。清水商業の左サイドは今日19番をつけて薬師寺が入っています。ディフェンシブハーフの6番の早川、そしてゲームを作っていく1年生の小野、いいボールですよ。ラインの裏側です。打つか流すか、流した、藤本のシュート、前半の9分、この小野から出たボールでした。いや今のはボールも良かったんですけども、逆サイドのマリノスユースの宮澤君ですか、はい、左サイドバック、ここボールが出た時にですね、もう全然マークに置かれてましたね。もう後ろから入ってきてますから、あの辺のポジショニングの修正がちょっと遅かったですね。先制した清水商業が前半の9分2点目が入りました。松木さん、はい、マリノスとしてはまだリズムが完全にできかかってないうちに2点もらいましたね。そうですね、その今の場面でここでもそうですね、中盤の選手がもう全くフリーでプレーできるというような状況ですから、あの辺をきちっとマークすることから考えないといけないと思いますね。人はいますがなかなかきちっとしたマークになっていません、マリノス。そうですね、これも奪います。2番はディフェンスの柴田、右サイドに藤本が流れる、12番は先制点の小林、オフサイド。でも今のはいいアイデアですよ。スピードがあります藤本、まあ、この大会には1年から出場してきました、はい、今小林くんですか、いいボールを出しましたね。ここまでは
清水市立商業が思い通りのゲームを展開しています。10番注目の松木、安定しています。清水商業の最終ラインいいですね。小野ここもフリーです。ディフェンシブハーフの早川が上がる。最終ラインの押し上げが清水商業に比べるとマリノスはやや時間がかかります。そうですね。囲まれます。速攻に入る清水商業。先制点の小林、いいですね。ナイスカットです。どんどんディフェンシブハーフが出てきます。倒れたのは清水商業6番の早川。本来ならここにキャプテンの5番の松原がいるはずの清水商業ですが、昨日の準決勝でこの大会2枚目のイエローカードをもらって今日は出場停止です。国立競技場は秋の日差しですが、だいぶ暑さを感じるような日差しが出てきました。はい、どうでしょう。非常にいい狙いでした。マリノスは10番のキャプテンの松木と9番の富田の2トップ、その後ろ側に18番の石立と11番の渡辺がいます。中盤とですね、はいはい、失礼しました、フォワードとですねディフェンスのこのギャップが大きすぎますね、はい、マリノスの方はもっと中盤で、バランスいい人数と言いますかね、どうしても清水商業にフリーでやられているというそういう感じがします。ドリブルが入ります。松木さん、この年代のサッカーでですね、はい、いわゆる J リーグのトップチームのレベルとですね、技術的に一番近いところ遠いところっていうのはいろいろあると思うんですね、はい、そうですね、やはりこのプレーのスピード自体はもちろん、トップレベルと比べればこれはダメだと思いますね、はい、ファールです。ペナルティーエリアの外、ただ細かい技術ですとかそういったその局面を打開する動きですね、まあ、この今のプレーは18番の石田が入っていったプレーでした、はい、壁ができます。あとは正確性をきちっと、その正確性のあるチームというのはやはりこういった大会でも上位に食い込んでくると思いますね。直接でも狙えるポジションです。松木は178センチ、ランドが入った、シュート、ディフェンスがコースを潰してきました清水商業。非常にしかし早い反転でした松木。前半の間もなく14分になろうとしています。2対0と清水商業がリード。ここはしっかり繋いできます清水、ね、きちっといい繋ぎが入ってますね。この辺りで無理なプレーはしません、はい、中盤の押し上げ右に1人上がってきた。今のパスなんか見てもやはり清水商業と違うところはピシッピシッとこの足元に正確に速いパスが送れるのが、正確性のあるかないかの差だと思いますね。イーブンのボールですが清翔が取ります。バーで一人待っている藤本、外で非常にボールを見ながらいいタイミングで入ってきました。19番の薬師寺のディフェンダーのオーバーラップ、いいオーバーラップからいいセンタリングでしたね。今マリノスの最終ラインは4人のいわゆるフラット4で守ってますが、松木さん、はい、ちょっとディフェンシブハーフのところでですね、はい、プレッシャーが緩くなって4人で守るのはちょっと厳しいような状況になってますね。そうですね。それでいてそのマークをせずにずる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 ディフェンスラインに中盤の選手が入ってくる、でまたフォワードに残るということで中盤がぽっかり空いてしまうんですね。富田、そこをこの清水商業に拾われて、はい、そこから攻撃という、カウンターの後中盤のマークがだいぶ緩くなっています、はい、マリノス。
逆に言うと清水商業はこの辺りで前でノーマークの選手を置いてません。そうですね、きちっとマンマークがついてます。ウェイジバハード回ってくるミドルシュート、マリノスは昨日、はい、国際大学が先制点を取って、はい、その後6番のディフェンシブハーフの三宅がミドルシュート2本決めてます。思い切ったシュートしたね今の。ファールです、清水商業ボールです。距離は24-25メートルです。2番の柴田でしょうか、タレントの多い清水市立商業、マスちゃん直接行くんでしょうか。そうですね、2人3人いますから何かトリックプレーをやるのかもしれませんね。前半の17分になります。直接行った、直接行きましたね。小林ですか、先制点を取った小林のフリーキックでした。壁の上から本人はもう少しカーブをかけて落としたかったんだと思います。そうですね、やはり壁が気になったようですね。左手にバンデージの見えます小林弘明。マリノスの方はなかなか中盤からのリズムが出ません。ここですね、なかなかオープンスペースをマリノスユースの方はまだうまく使えてません。ポストプレーが入ります。いいクラップですよ、10番の松木。右サイドで1人フリーですがプレスしてボールを奪いました清水翔吾。寝たから寝たら2-0とリードしている清水商業、ここは慌てません。マリノスとしては前半の早い時間帯に1点取らないと、松木さんリズムがなかなか変わってきませんよね。そうですね、ただどうしてもこの中盤を支配されてますのでなかなか自分たちのペースにはなかなか慣れないということで、このまずはこぼれ球を拾うことから考えなきゃいけませんね。マリノスの方はこの辺りのこぼれ球の出足はほとんど清水商業が上回ってます。2点目を取った11番の藤本、先制点の12番は小林久明。中盤のつなぎにスピードの変化がそれほどありませんマリノスユース、はい、ディフェンシブハーフの三宅、三宅が中盤の底にいて、その前の8番の草柳、11番の渡辺あたりがゲームを作るんですが、はい、なかなかそこまでいきませんマリノス。この辺りのマンマークがきちっとしている清水商業、ちょっと大きかったですね。やはりマリノスがこの中盤で時間をかければかけるほど、はい、この清水商業のディフェンスラインというのはきちっとマークされちゃうわけですね。ですから速いパス回しと、はい、速攻というものを考えないといけませんね。ここはしのぎましたマリノス、まあ、マリノスは本来中盤でゆっくり持ちながらペースを変えてですね、はい、柔らかいボールタッチで前につないでいくというのはあると思うんですが、そうですね、なかなかそれを許してもらえません。この中盤の速いチェックですね。そのマリノスに対してこの清水商業の方はたとえスペースが空いててもきちっとしたポジションに入ってきた選手を早めに使っていくと、この暑い中でボールをどん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 動かしていくという、ええ、その辺がこの、まあ、E0 の答えじゃないかなと思いますけど、前半の20分、2-0と清水商業がリード。これもチャンスです。サイドを変えたいところですがプレゼントボールになりました。ベンチからもう少し前へプレーするようにという声が飛んでますが、
さん、はい、局面を打開するような動きがまだマリノスに出てきませんね。そうですね、この自分たちがボールをパッと取った時にその周りに対するフォローも少ないですし、本当に苦しいと思いますよね、このままですと。またこの全日本ユース選手権は J リーグの下部組織にあたるクラブユースのチームが優勝したことはありません。清水商業は勝てばこの大会3連覇。あ、いい形になった。いいですね、フリーですね。ラップが大きくなりました。その分助かりましたマリノスですが、小林へ足がかかった。これもいいポジションでのフリーキックです。あ、笑顔があります清水商業。ちょっと表情が対照的になりました前半の立ち上がり。先ほどはもうちょっと距離のある25メートルぐらいから狙ってきましたが、今のところですね、抜けかかってこれは足に行きました。この前のプレーでやはり自分たちのミスからこのプレーになってしまっているわけですね。ですからきちんとつなぐことが大事ですね。マリノスの方は先ほどは12番の小林久明が蹴りました。清水商業2対0とリード。枠に行った。3点目が入りました。今度は決めました小林久明。前半の21分、完璧でしたね。そうですね、今のフリーキックは完璧なぐらい、そうですね、一番端のですねポストを見上げて、しかも最後はサイドネットに巻いて入ってきました、はい、3対0になりました前半。この両チームは7月の初めにですね、はい、フェスティバルで対戦して、この時は0対0で延長で、まあ、清水商業は勝ったという話でしたが、今日は前半で3点差がつきました。早めに1点返したいマリノスですが、またここも清水商業の出足、うん、ですから先ほども、まあ、冒頭に言いましたけども、そのクラブチームの苦しさといいますかね、はい、クラブチームにとってはこの組織作りということにかなり難しいんですよね、ええ、そのこういろんなところから集まってくる選手が多いですから、はい、それに比べて高校のチームっていうのはいつも同じメンバーで、組めるというか、その辺の差がこのゲームでも若干出てるような気がします。マリノスの選手といいますと、もちろん横浜を中心に神奈川県の全域と東京の選手も何人かいるそうですが、はい、それが学校が終わってからクラブに集まってくるわけですね。そうですね、どうしてもトレーニングも試合もナイターが多くなるという、そうですね、こういった大会でもそうですね。これも危ない清水商業のファールです、まあ、選手に聞きますと、はい、テストが終わってですね、はい、テスト休みの期間もなかなか会うことが難しいんで、そうなんですよね、そのあたりのコミュニケーションが、まあ、課題といえば課題だということを言ってましたが、はい、しかし松木さん、この年代がですね、A、代表チームに入れば一緒にプレーしなきゃいけないわけですね。そうですね、地元スピードがあります。グランダいいボールですよ。いいタックルが入ります。まだチャンスシュート、粘りました18番の新田2年生。清水商業は18番の新田が2年生、2点取っている小林久明も2年生、そして15番のゲームメーカーの小野は1年生です。いいですね、将来がね有望ですよね。まあ、この大会はそもそもまあ高校のチームとですね、はい、クラブユースのチームの交流ということもありますし、ええ、お互いにまあ勝負ももちろんですが、レベルの高いサッカーをし合おうと見せ合おうというのもあるわけですから。あ、いい形になった。右サイドを徹底的に崩す藤本、まだ生きてます。キーパー出る、ノーホイッスル、あっとキーパー出ている、ヒヤッとしました阿部雄二。ディフェンシブハーフが清水商業はかなり前でプレーしてます。商業の早い潰し、
両チームの監督の声がマイクを通して分かってくると思いますが、はい、清水商業の大滝監督は3対0とリードしていますが、中盤が動かないとゲームがだれるぞと今言ってましたね。そうですね、やはりどこが一番重要かという指摘でしょうね。マリノスユースの坂木さんは全体がサボらないで動き出さないとゲームにならないぞと。まあ、今みんなうまく噛み合ってないという感じですからね、はい、またこれで1点でも返してくるとだいぶ動きが循環が良くなってくると思います、はい、ただこういう時はもう何もかもやろうっていうのは無理なんですよね。なるほど。ですから毎週自分たちのミスをなくすっていうことからいかないと、もう今せっかくボールを受けたとしてもすぐに相手に、このプレーもそうですね、はい、すぐに相手に渡してしまうと。右サイドから崩していく清水商業、右に11番の藤本、左9番の漆畑、センターフォワードに18番の新田という布陣です。富田が上がる。18番は石立、ディフェンダーの2番の柴田が入りました。マリノスはこの大会を見てますと非常に柔らかくて効果的なドリブルが随所に入るんですが、まあ、今のところはまだ 見えてませんけどね、ちょっと周りに出すところがなくて持ってるって感じで見えますね、はい、苦し紛れのプレーが多いですね各選手。3対0と清水商業がリード、余裕を持って戦っています前半の清水商業。野次さん、はい、山本さんどうぞ。先ほどからのたびたびベンチの声の話が出てますが、マリノスサイドはですねポジショニングの修正に関する声が一番大きいですね。特にあの2年生コンビのセンターバックのポジショニング、それからポストプレーに対する受けるサポートするポジションの修正について、まあ、こういったことが多いですね。マリノスは両サイドに宮澤、田中という3年生がいて、真ん中は2年生の横田、田澤。先制点を許してからちょっとラインを浅めに仕掛けて帰ってやられているというところもありますね。そうですね、ちょっとラインのその今指摘があった通り真ん中の2人のですね、はい、この受け渡し、あとはカバーリング、その辺がまだきちっとなってませんね。簡単に入ります。この後の飛び出しが遅いんですね。やっと今出てきましたね。ディフェンダーがしかし清水商業はもう戻ってます。そうですね、ディフェンシブハーフが上がってくる三宅。こういうプレーは本来のマリノスユースにはあまり見られないプレーなんですよ。そうですね、ただ今の場面でパスを出した選手は僕は正解だと思いますね、むしろ左サイドの宮沢君ですか、はい、今何のためにあそこにいるのかわからないと、後ろはもう人数足りてるわけですね、はい、あそこきちっと出ていくだけのそのポジショニング、それが大事だと思いますね。だいぶ今この時間帯は中盤が広がってきました。10番松木、うまいですよ、仕掛けが入る、シュート、コーナーキックです。ナイスディフェンスですね、清水商業の。その前に松木のなかなかトリッキーなプレーがありました。そうですね、いいスルーパスが出ました。まもなく前半の30分、この年代の大会も45分ハーフです。1点でも返したいマリノスユース。はい、いいキャッチですね。184センチの小林弘樹、顔立ちもなかなか精悍で、清水商業は一昨年は今マリノスで正キーパーになった川口がゴールマウス守ってました。そうですね、いい展開です。宮澤が上がる、前はフリーになってます。ちょうど前半の30分、動き出しはやはり清水商業が早い。そうですね、やはり体力的な差というものを今感じますね、
今左サイドでオーバーラップしても戻ってくるまでに時間がかかると、逆に19番の薬師寺が上がってきました。左サイドの清水商業、この後のフォローですね。前今2人しかいません、マリノス。あっともったいない。またサイドが上がってきました。中注目の1年生の小野、ワン・ツー抜ける、いいですね。藤本、そして漆畑、これもいいボールが入る。藤本、これもポイントで合わせてくるプレーでした。そうですね、いいセンタリングからいいヘディングでしたけども、いや思い切ったプレーで気持ちいいですね。これは左ウイングの漆畑から逆まで振って藤本へ。このセンタリングも本当にいい高さのスピードのもいいということで、精度の高いセンタリングでした。キーパーとディフェンダーの間、キーパーの取れないところに速いスピードで入れてきました。大丈夫ですかね。今タッチライン際で、あの外側がちょうど人工芝になってますんで、はい、滑るんですね。選手は気をつけなきゃいけません、ね、昨日は両チームは準決勝西岡サッカー場で対戦しました。清水商業は午後4時キックオフのゲーム、マリノスユースは午後6時キックオフのゲームでした、ね、いいですね。小野非常に周りを見ながらうまく散らしてますよね。そうですね、またタッチがすごくいいですよね。どんどん入れてきます。ここから今日のマリノスユースはスピードアップしてきません。時間をかけさせて守備の組織を作ります。青いユニフォームの清水商業、もう全部自分たちのミスですね。これユースの選手たちが本来持っている細かいテクニックをですね、はい、まだ披露するようなプレー場面が出てきませんよね。そうですね、まあ、テクニックも大事ですけども、やはりこの局面局面で、はい、このプレーで勝てるだけの体力といいますか、ね、なるほど、そういったものも必要ですからね。非常にこの辺りは安定感があります清水商業。もしかし15番の小野のプレーにはほとんど中盤でミスがありません。そうですね。そしてディフェンシブハーフは3年生の早川。いいですね。いいボールです。アウトにかかったいいパスです。小林、藤本、前のそしてはこの後のプレーです。いい展開ですよ。これは前にマスキーミドルシュート、11番の渡辺、昨日帝京戦で決勝ゴールをロスタイムに入って決めたのはこの人でした。前半3対0と清水商業がリード。コーナーキックです。前半の残り時間はまもなく10分。いや今多いしいいディフェンスでしたよね。前半残り10分になってちょうどプレーが切れたところでだいぶ選手が水分を補給してます、はい、8番は草柳、あっ越えた、この今の清水商業のフォローは早いですね。今小野君がフォローしに行ったんですけども、中盤の選手がサボらずに非常に運動量、しかも周りがうまく連携しながらですね、はい、無駄にならないようにしてますよね、一つの動きをね。そうですね、その相手のそのポジショニングを取る選手に対して各選手が本当に集中しているという、はい、そういう感じがします。
ゴール前に行ってからマリノスの攻撃にあまりここまではアイデアを感じません。好プレーの目立つ15番の小野、また中盤の底からディフェンシブハーフが上がってきました。清水商業サイド2番柴田の上がり、そして小野、いいですね小野。まだ小野は1年生、監督に聞きますと清水ではなくて沼津の出身ということでしたが、エクアドルのアンダーセブンティーンの代表でも中盤を務めました小野。いいボールです、このダイレクトは。さあ前が空いてます、シュートかパスか、シュート隙もありません。マリノス非常にいい展開から渡辺のシュート、そうですね、その前の草柳く、8番の草柳くいいスルーパス出しましたね。前半マリノスここまでで一番いい展開でした、はい、シュートもいいシュートでしたけども、ここですね、ここダイレクトでスペースに対して本当にいいボールを出して中を見て、はい、キーパーの位置を確認しながら打ってきました。少しアウトにかかってしまいましたね、その分ポストに当たってしまった。得点ならずマリノス3対0と清水商業がリードしています。中盤がつなぎますがかなり時間がかかります。そうですね、 そして周りの選手がやはり次のポジションのポジション取りっていうのが遅いですね、マリノスの場合。ノーファールです。先制点の小林久明、前半の5分でした。2対0になってからフリーキック直接決めたのは前半の21分でした、立ち上がった大滝正義監督。おじさん、はい、清水商業ですが20番のフォワードの上原ですか、呼ばれましたね。3対0になって前半で選手が変わります。清水商業決定的な形が一つポストに嫌われたマリノスユース、松木さん、あの辺りで一つ内側に曲がって入ってくるとまた流れが変わってくるんですけどね。そうですね、まあ、一つのシュートで一つの点で、はい、やっぱりゲームっていうのは流れが変わりますからね、まあ、マリノスにとってはさっきのシュートは本当に残念だというシーンでしたね。左サイドのフォワードを務めていた漆畑に代わって20番の上原です。上原1年生、1年生ですがこの大会2点取っています。とにかく非常に選手層の厚い清水商業、いいドリブルです、シュート、取れた、キーパー反応しました、チャージを取りましたか。そうですね、しかしキーパー小林君よく抑えましたね。一度はファンブルしたんですけども、その後の反応が良かったです、はい、3番の清水商業のセンターバックの谷池、谷池大丈夫ですかね。シュートが跳ね返ってそのこぼれ球に行った時のプレーなんでしょうか、はい、右サイドから抜けてきました。5番の田中、この後です。最後に足が残ったような感じです。少しこう溝打ちのようなところに入った感じですね、まあ、今日は清水商業キャプテンの最終ライン松原がいませんので、最終ラインをこの3番の谷池がまとめるという大滝監督の話でした。昨日は大滝監督は盛んに自分たちが準決勝を戦いながら福岡のユニバの試合の模様を気にしてましたが、やはり教え子が何人かいるということでしょうね。昨日日本と韓国の決勝戦で先制点を入れた望月重義も今筑波大ですが清水商業の OB ですし、 J リーグにも非常に多くの選手を輩出している清水商業。コーナーでしょうか、スローインでしょうか。スローインです。スローインですね。
前半残り5分を切りました。今9番の富田、はい、いいプレー見せましたね。個人技をあの後がやはりフォローが欲しいんですね。あたりが細かい、ヒールが入る。少しずつですがマリノスのいいところも松木さん出始めてないでしょうか。そうですね、やはり先ほど野井さんもおっしゃったようにあのシュートから少しずつ変わってきてますね、はい、これもシュート、ジャストミートはしませんでした。インステップにかかりました。この9番の富田のシュート、小野が行きます。前にスペースがあります。注目の1年生、サイドラインを割ったんでしょうか。そうですね、割りましたね。ゴルフの途中で多分割ったんだと思います。172センチ、しかし1年生とは思えないような安定感があります。そうですね、落ち着いてますね。あと前半は残りが3分少々になってきました。1点でも返したいマリノス。いい展開です。2番の宮澤が上がる、上げられるか。あっと今の場面でも出てから反応してるわけですね、はい、ですから逆に自分からそのボールを受けるというそういった動きが必要ですよね。3対0と清水商業が前半リードしてあと残り3分を切りました。野次さん、はい、山本さん、先ほど交代した漆畑ですが、はい、左の足首の怪我が交代の理由です。そうですね、ちょっと足を引きずってた感がありましたからね。この大会は20人のベンチ入りができます。控え選手9人まで登録ができますがそのうち交代は3人です。ナイスね、これもいい展開。先ほどはこの辺りからシュートが行きましたが、はい、今度は中へ、まだあります。ちょっと時間がかかった分周りを囲まれました。ストライカーであればこのシーンでシュートで終わる、はい、なんか一つ最後のプレーで終わるということで、ちょっと中途半端でしたねプレーが。松木さんがゲーム前に頑張れよと声をかけていたマリノスの松木選手でしたが、なんか松木松木って言われるとドキッドキッとしますね。その松木がまだ決定的な場面を今日は迎えていません。マリノスユース、この年代でしかしサテライトでプレー経験があるというのは本人たちにとってはとてもいいことですよね。そうですね、これは大事なことだと思います。リードする清水商業、なかなか最終ラインを決定的に崩すところまでいきません。マリノスユース、残り間もなく1分ほどになってきました。前半の5分に小林弘明のゴールで先制して、11番の藤本のゴールが前半の9分、そして前半の21分は先制点を入れた小林久明の直接フリーキックでした。前半1分を切りました。3連覇を狙う清水商業がリード。ゴールキックに変わります。今のようなプレッシャーはいいですね。やはりプレッシャーをかけることで清水商業の中盤の選手が楽にプレーできない、今のようなミスを誘えると思います。清水商業は漆畑が故障で1年生の20番の上原が入っています。野から上原という1年生コンビ、ゴーという声が聞こえてきました。前が空いてます。人数が足りませんね、はい、タイミングは悪くないと思うんですが、はい、もうコースが限定されてますの で、 そうです、ね、ディフェンスが読んできてます、はい、ロスタイムに入りました。前半3対0と清水商業がリード。またこれもチャンスを迎えそうです。地元へ、いいですね、いいボール
フォローがある。左サイド走り込んで欲しかったのか、意表をついてシュートを狙ったのか小林沙希。そうですね、今クロスだと思いますね。この小林沙希が前半2得点。もう1点は11番の藤本。第6回の全日本ユースサッカー選手権は3連覇を狙う清水商業は前半大きくリードしています。出してから出んなよ。まだクラブユースのチームはこの大会で優勝することができません。ロスタイムが1分ほどになりました。ここで前半が終わりました。ディフェンディングチャンピオンの清水商業、前半は思い通りの展開になりました。前半5分にこの小林のシュートから始まって9分にこの藤本、そして21分はまた小林のフリーキックからのシュート。この1年生のゲームメーカーの小野の安定感のあるプレーが随分光りました。非常に将来が楽しみな選手が何人かいますね、松木さん。そうですね、この前半だけ見ても本当にこの2002年これからのワールドカップ、はい、楽しみですね。18歳以下のこの大会で、まあ、クラブユースのチームと高校のチームが対戦する、まあ、お互いのいいところを吸収しながらというのが本来の目的ですが、清水商業はこの大会3連覇が前半で3対0と大きく近づいた感じの展開になってきました。さあ、それでは前半のそのゲームをハイライトでご覧いただきましょう。まず先制点、前半の5分、清水商業の小林でした。松木さん、裏に出て振り切ってきました。はい、ここからですね、ここから一気にディフェンスの裏に入るんですけど、もうディフェンスが後ろに置かれてますね、はい、そして最後きちっとシュートということで。さあ、そして2点目、前半の9分でした。この小野のボール、小野のスルーパスですね。これはもう相手ディフェンダーが自分のゴールに向かって入らなきゃいけないボール、はい、そしてきちっと自分の味方に合わせたクロスということで、まあ、その前に逆サイドのディフェンダーはもう完璧にその離されているということで、その時点で勝負があったのではないかと思いますね。まあ、マリノスのユースとしてはですね、はい、まだ自分たちのリズムがですね、はい、今日はどういう形で出てくるのかというのがですね、模索している間に2点失いました。そうですね、やはり1点目の時間帯というのがちょっと早すぎたなと、はい、そしてこれ3点目ですか。これはもう J リーグでのプレーと比較してもおかしくないぐらいの素晴らしいシュートだったんです。 J リーグでも外国人選手がよく見せてくれるような、 そうですね、そんな感じのフリーキックでしたね。まあ、ただこの年代が上に上がってくるまで待つわけにはいかないですからね。なるほど、 J リーグもやっぱりね、日本人選手が入ったシュートどんどん決めてもらいたいなと思いますね。さあ、それでは今日の放送席をご紹介しましょう。かつて読売のユースの監督もお務められました松木安太郎さんです。はい、松木さん、松木さんの時代にはこのマリノスとですね、はい、そして読売のユース、はい、まだあのユースには企業名が残ってるんですが、 J リーグの下部組織も、まあ、2つがですね、はい、まあ、抜けてるような感じでした。まあ、僕がやってる頃は僕のチームの上でしたけどねあのその読売はですね、はい、この大会はもうすでに負けてしまったんですけれども、はい、マリノスの今のチームっていうのはね、ジュニアユースで強かった年代がそのまま上に上がってきてるんですよね。なるほど、そういう意味で育成が成功している一つのパターンだと思うんですね。そうですね、このままずっとこのトップレベルまで、はい、トップチームまでこの勢いでいい選手が残っていくと、これがベストだと思いますね。あのこの選手がですね、混然一体となってね、はい、あのクラブのチームも高校生のチームも混ざってユースの代表になっていくわけですね、はい、そのユースのチームがね、カタールで今年活躍しました。そういう意識っていうのは選手たちに十分あると思うんですよね。やはりね、この若い年代からこの次への世代へですね、はい、
移っていくにはこの大きな大会、国際大会を経験していろんなゲームでいい思い、悪い思いをしながら成長していくと。そうですね、これが一番重要だと思いますね。この全日本ユースで活躍した選手もですね、はい、若い選手なんですが、それでももう J リーグで活躍している選手が何人もいるんですよね。これは世界を考えれば、はい、全然もうこの年代でどんどんプロで活躍している選手がいるわけですからね。そうですね、はい、そのこの大会の歴史をですね、ちょっと VTR でご覧いただこうと思います。まあ、今 J リーグで活躍している選手が何人も登場しますが、第1回大会清水商業と千葉の習志野の対戦。いや、懐かしいですね。これ山田選手ですね。今マリノスで活躍している山田、このプレーもそうですね。清水商業はこの第1回の大会の前のプレ大会があったんですが、はい、その時にすでに優勝しています。まあ、そのプレ大会が成功して第1回の大会が正式に行われるようになって、清水商業は決勝に残ってきました。はい、前半は0対0、七海ですかね。七海ですね。ジュビロで活躍している七海、日本代表です。ここも清水商業、藤田ですか。藤田ですか、はい。第1回大会を勝ったのが今日も決勝に残っている清水商業。第2回大会は徳島一律市とそして長崎の国見の対戦になりました。ブルーのユニフォームの徳島市立、確か徳島はですね、全国大会で勝ったことがなくて、はい、ま、高校総体、正月の選手権、それも含めて初めて全国大会で勝ったというふうに監督さんが非常に喜んでましたね。徳島の名前をドーンと、国見チャンスありましたが追いつけませんでした。よく守りましたね、この大会の時も。第2回大会は徳島市立高校が勝って、そして第3回、まだチャンス、読売ユースと藤枝東です。藤色のユニフォームの静岡の藤枝東、第3回で初めてこのクラブのチームと高校のチームがこれ決勝で当たったんですよね、松さん。そうですね、決勝の壁は厚かったと言いますか、クラブチームにとっては苦い経験ですね。そういえば今映っていた藤枝東の長谷川監督がですね、はい、優勝した後Jリーグの方も頑張ってね、はい、クラブの方も頑張ってるんだから、学校側も頑張るよとそう言ってたのを思い出しますが、そうですね、まさにその通りです。そして清水商業の連覇が4回5回と続きます。4回大会は鹿児島実業、上じゃないですかこれ。今の上に比べるとかなりがっちりしているように見えませんか。そうですね、ちょっと太めかなという感じがしますけど。川口です。川口ですね。第4回大会の決勝は1対0でした。その1点、そして去年の第5回に行きます。鹿児島実業の反撃及びませんでした。これは第4回、去年です。安永ですね、横浜マリノスの今トップチームにいる安永、また読売日本サッカークラブのユースが出てきました。はい、読売のチャンス、正面に財前上がってきました。切り込んでいく、財前ですね。そうですね、読売のペナルティーキック。まあ、財前も今世界にね羽ばたこうというところなんだと思いますが、イタリア行ってますね。これは星川、これもいいセンターフォワードですね。さあ藤本へ、いい形になりました。清水商業、中央安永が今日も活躍している藤本が出てます。はい、まあ、このハンドを捉えたのは、菅原といいまして、この前 J リーグでも、はい、1得点してますね。インステップで、ね、思い切って蹴ってくると思いますけどね。インサイドで決めました。清水商業1対1、同点に追いつきました。リードされた清水商業が追いつくという展開で後半に入ります。はい、入りました清水商業、いいですね、3番松原。
清水商業はこの大会は後半になるとですね、はい、こうスピードと体力で圧倒してくるような場面が非常に多いんですよね。やはり体力的にですね、その、まあ、合同で練習できないこのクラブチームのこの辛さというところがこれ暴露されてますね。まあ、普段はナイトゲームが多いというのも事実ですね。はい、そうですね。いや非常に今のはいいね。去年も読売のユースを3対1で下して清水商業が連覇したということになります。はい、さあ今日はこの国立競技場のスタンドにアンダー18、18歳以下の日本代表の山本昌邦監督がお見えです。さあ、山本浩司アナウンサーお願いします。はい、これ正面スタンドなんですが、ちょうどサッカーの関係者がたくさん見ているところで、今のユースの代表監督山本昌邦さんにおいでいただきました。山本さん、今日は何が狙いでこう来ていらっしゃるんですか。まあ、ユースの候補の選手が何人か、まあ、来ているので、まあ、それをチェックするのとですね、まあ、その他にもこの年代は急激にこう進歩してきますので、ユースの代表としてインターナショナルで戦える選手がね、まあ、いるのではないかということで、その辺のチェックですね。はい、もうすでに清水商業の選手 そのユースの代表選手の能力ですとか、プレーぶりよくご存知なわけでしょ。そうですね、もう一つ大会をこなしてますんで、そこら辺りはある程度は能力的には掴んでますけども、全体的に第三者としてですね、日本協会の人間として見ると、はい、前半はちょっと差が出てしまったかなというふうに見えるんじゃないかと思います。そうですね、ちょっとマリノスの方はこういう時間帯に普段練習してないと思うんで、その暑さの対策だとかそのコンディションの問題が少しあるかなという気はしますけども、コンディションが良ければもっとやれるとは思うんですけどね。そうするとマリノスの選手の中でも光る原石があればこれから先というような。そうですね、どんどんチームに入れてですねテストしていきたいと思ってます。はい、この大会そのものはまだ歴史はそれほど深くありませんが、本来の日本協会の狙いである交流からですね、将来は大きなサッカー選手を育てたいという目があると思うんですけども、その点からしてこれまでその高校チームしか優勝していない、この辺はどういうふうに見てらっしゃるか。そうですね、やっぱり高校のチームの方が絶対数が多いというのが競争の原理からするとやっぱりそういう厳しい中を勝ち抜いてきているということが一つあると思うんですけども、クラブのチームはですね、技術的には非常にしっかりしているものがあると思うんですけども、そのフィジカルな強さとかメンタリティなところでね、戦うところとかいうところに、まあ、かなり詰まったとは思いますけれども、ちょっとまだ差があるかなという気がしてますけども。まあ、くしくも今日解説の松木さんと同じディフェンスの出身で、同じ見方をしていらっしゃる。まあ、これがおそらく、平均したところの見方なんじゃないかなというふうに思うんですが、さあもう一つですね、この年代で全国である時は J リーガーを目指し、ある時はサッカーが楽しくてやってる若い人たちがいると思うんですが、こうした人たちにこういうサッカーをこういうプレーをしてくれって何か注文をいただくとしたら。そうですね、サッカーっていうのはチームゲームですけども、最終的には個々の判断力に、委ねられるところが非常に多いと思うんで、自分で考えてやれる選手、その考えてやれる中に今度はできる、そういうことができるようになったら、そういう部分の速さっていうことが大事になってくると思うんで、自分で頭を使って正確に速くできるように、このあたりがポイントになってくるんじゃないかと思いますけども。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。選手がピッチに出てきました。野次さん、松木さん、どうぞ。ユースの代表監督の山本昌邦さんでしたが、松木さん、はい、山本さんとはディフェンダー仲間だったと思うんですね。まあ、今監督がおっしゃってた通りの、はい、タイプの選手でしたね。ということは非常に考えるタイプの選手だった。そうですね、もうミスをするとすぐ考えてしまうというそっちの方でしたけど、まず競争の原理から言ってね、はい、高校のチームがたくさんあるという話がありました。それからチームの抱えている選手層っていうのも随分あると思うんですよね。そうですね、その、まあ、一つの、まあ、ちょっと悲しい部分なんですけども、はい、やはりクラブチームの選手たちの登録とですね、はい、学校チームの登録制度がこれかなり複雑なんですね。ですから両チームに登録できないということで、もちろんユースクラブチームの選手はこの大会が少ないですから年間を通して、はい、でどうしても高校のチームへ行くと、その辺のこの絶対量の多さと、その辺がちょっとね、かわいそうな気もしますけど。マリノスユースは後半3点を追う形になります。3連覇を狙う清水商業、小林久明12番の2得点、11番の藤本の1点、
背番号で確認すると清水商業、マリノスともに前半と同じメンバーのようです。まあ、例えば野井さんね、はい、クラブチームなんかの大会で例えば普段の日に試合ありますね、ええ、そうしますと各チームの学校にですね、ええ、そのお伺いを立てなきゃいけないという、なるほど、本当大変なんですね。ところが学校チームの場合はもう学校の行事として行けるという、ええ、その辺の負担もこれから改正していかないといけないんじゃないかなと思います。後半が始まります。リードしている清水商業が積極的に前からプレッシャーかけています。ファールです。前半で3点差がつきました。全日本ユースサッカー選手権のファイナル、まあ、いろんな年代で今日本の代表チームが世界でかなりいい成績を収めつつあるんですが、そのアンダーセブンティーンの大会でエクアドルで活躍した選手が清水商業の中にいます。そうですね、アンダー18の代表もいます。このあとアトランタはもう女子は決まってます。松木さん、はい、あとはユニバーも、はい、勝ちましたしね、金メダルを取りましたし、残るはオリンピック男子、そしてワールドカップ、これにも期待をしたいですね。もちろんこの年代の選手はそういう意識を持ってるでしょうし、もちろん持ってもらいたいですしね。いや、もう十分 J リーグ効果といいますか、このモチベーションですね、目的意識がもうきちっとありますからね、はい、さあマリノスは行く。ですから逆に一生懸命できない選手は、本当に楽しむサッカーに走ると、なるほど、そしてプロへ行きたい人はプロらしい厳しさを味わうと、その辺が大事だと思います。選手が倒れました。マリノスのユース6番の三宅です。ちょうど逆サイトのペナルティーエリアの外でマリノスの選手が倒れてボールが出ました。先ほど自分でシュートを打った時にディフェンスが入って、その接触プレーなんでしょうか。そうですね、まあ、大きな怪我じゃないといいんですけども。三宅は昨日の西ヶ丘での準決勝帝京戦で2得点、はい、非常に綺麗なミドルシュートでした。トレーナーは大丈夫だと言ってます。大丈夫ですね。このシーンですね、ちょっと引っかかったような感じがしますね。トレーナーのサインが大丈夫だということだったんで、選手交代はないんだと思いますが、はい、ディフェンダー出身の榊監督、榊監督に聞きますと、去年このマリノスのユースをですね、はい、まあ、卒業するような形の選手で、はい、マリノスと契約した選手が4人いるんだと、そう言ってました。素晴らしいですね。一方の清水商業の大滝監督に言いますと、進路は決まってないけれども、プロに行くのか進学するのか、その辺りの決断はもう全員がしていると言ってました。後半の3分が過ぎます。3点リードの清水商業。松木さん、立ち上がりマリノスは1点いきたいですね。そうですね、まあ、この年代で大事なのは、はい、この、まあ、もちろん勝ち負け点差というのは大事ですけども、ええ、それ以上に自分たちのプレーをどこまで最後まで頑張ってできるかということですね、はい、いい形になった。前半に比べるとそれでもマリノスは前線に人が少し多くなってきました、はい、やはりこの辺をハーフタイムで監督が修正したんだと思います。8番は草柳、2番は左サイドの宮澤。本来はこの宮澤がもっとたくさんオーバーラップする回数があるんですが、そうですね、ちょっと、あまり回数がありません。いい出しです。そうです、これです。5番の田中、いいボールですよ。中に2人いる。今度は逆サイド、細かいプレーです。前線に人数が足りませんね。10番の今松木が外に流れて中が薄くなってしまいました、はい、野次さん、はい、山本さんどうぞ、まずリードしている清水商業ですね、大谷監督の談話をお伝えします。9番の富田と10番の松木がうまいのでどうチェックしていくかがポイントだと。
それから後ろから押し上げてくる選手をどういうふうにマークしていくのか、マークのズレに気をつけなさいと、この2点についての注意がありました。リードしている清水商業の太田監督の談話でしたが、松木さん、はい、リードしている清水商業としてはその押し上がってくる選手のマークということですね。そうですね、むしろこの前半見てましたのでそういうシーンというのは、きちっとマークされてましたので、はい、監督さんはむしろこの手綱をぐっとこう締めるという意味で、もう一度確認事項をしてきたんだと思います。逆に言うとマリノスとするとこの松木富田が前でですね、はい、溜めてる間に2列目がもっと出ていきたいですよね。そうですね、やはりその中盤からのフォローというものがもうちょっとないとなかなか厚みのある攻撃ができないと思います。後半の5分、3対0と清水商業がリード。マリノス4番は田澤、2年生のセンターバック。神奈川県内と一部東京の高校に通っている選手が学校が終わってからこのマリノスの練習場に集まってきています。野地さん、はい、今度はですね坂木監督の話ですが、前半ミスが多かった、ポジショニングの注意をしたと、それから後半は攻撃的に行きなさい、まあ、これはこの2つについてはですね前半からある程度想像がつくと思うんですが、はい、3番目、松木を孤立させるなと、この辺はかなり厳しく注意したみたいですね。松木が前で持って、そして出すところがなかなか見当たらないで時間がかかるってケースがありましたね。そうですね、やはりフォローが少ない、松木を1人にさせるなと、なんかもう山本さんから言われますとドキッとしますけど気を一人にさせる。ありがとうございます。その松木は、まあ、本人はですね三浦海岸の方に住んでて横浜のマリノスの練習場までかかるのに随分時間がもったいないなんて話もしてましたね。そうですね、ただまあ一応そういう環境に自分を追い込んだわけですから、はい、やはり最後までそういう、もうサッカーと同様ですね、ノーエクスキューズです。もう言い訳はなしでいかなきゃいけませんね。大会にですね出てこうと思えばいい条件でばかりですね戦えるってことはありませんので、ね、ですよ。福さんも日本代表のこの代表同士の戦いでですね、はい、随分その条件面の悪い中で戦ってきたという経験をされていると思いますが、これからこういう選手もですね味わっていくわけですよね。そういうの、そうですね、今の子たちは恵まれてますから、これから味わってびっくりするのか、それともきちっとした、はい、その気持ちを持ってですね、毎日の生活をするか、はい、この辺の差が出てくるんですね、これから。したがって国際大会に行くとですね、はい、自分たちのサッカーをやらせてもらえないというケースは随分あると思うんですね。もちろんですよ。ですからどんどんとそういった国際大会を経験できるような場をですね、はい、作ってあげたいと思いますね。したがって今のマリノスを見ると松木さん、どこまで自分たちのやってるサッカーをですね、はい、こうクリエイトしていけるのか、非常に大事なんですね。それに対してこの清水商業の方のメンバーの中には、はい、国際大会を何度も経験している選手が 2,3 人いると思いますね、はい、そういった選手が各選手にそういう影響を与えていく、はい、そのうちの1人15番の小野1年生囲まれてますが、非常に細かいステップ、なんだか風格がありますね。そうですね、余裕すら感じます。172センチの1年生、やはりマリノスの選手はですね、ああいう顔つきを見てですね、はい、いや悔しいと思うぐらいの気持ちでやってもらいたいですね、チャンスになる小林、2点取っている小林久明が突進していきました。この辺りの細かいプレーです。5番の田中、サッカーという競技はですね、 J リーグもそうですけども、ユニフォームと名前だけじゃやっぱりプレーというのはできませんから、なるほど、グラウンドの中でどれだけ一人一人が自分の力を精一杯出すか、そこから勝ち負けが決まってくるんですね。松木さんもかつては松木という名前とユニフォームで随分相手を脅かしたこともあるというふうに聞いてますが、いやいや僕はもう一生懸命やってましたから、いつも今も必死に生きてますこの年代の選手たちにすればなかなか自分たちのサッカーができないところにですね、はい、局面打開しながらいつものサッカーをやるっていうことをどうするかということを考えていると思うんですね。そうですね、その方向づけと
なるのがやはりコーチや先生であり、そのヒントを受けてやはり工夫して生きてもらいたいですね。後半の10分折り返した、非常にいい折り返しでした。変わった20番の1年生上原、市民商業はゆっくり落ち着いてつなぎながら相手の隙間隙間に入ってきます。はい、このボールですね、いい折り返しでした。はい、もうセカンドポストへ、遠い方のポストへクロスを上げて、はい、それを落としたボールをシュート、ミドルシュート。この辺りでラインを押し上げたいマリノスです。ポスト、新宿商業の大滝監督から前の富田、松木がうまいのでフリーにするなという指示が出てましたが、その通りやってます。そうですね、やはり相手チームのストライカーに対してフリーにプレーをさせない、はい、これも鉄則ですね。大寄り返し、いいディフェンスでしたね。ただこの小野、はい、もうどこにでも顔を出しますね、今相手が出そうとしたボールを外から回り込んでいきましたが、はい、ここですね、最後までボールを諦めない、リードする清水商業のチャンス。後半の11分、競り合うポジションを絞らせません清水商業。マイナスのボールが入る、いいスピード点取っている小林、商業この大会以外でも選手権で優勝3回、高校総体も3回勝ってます。ファールです。クリアしようとしたディフェンスにファールで入っていったという小野のプレーです。そうですね、足から行ったということでしょうね。ちょうどこの大会から適用される FIFA のルールの修正がいくつかあるんですが、はい、その中の項目にタックルに行ってですね、はい、ボールにタックルに行ってもボールに触る前に相手に接触した場合はファールになるというようなルールが変わってます。まず第一にボールへ行かなければいけない、はい、マリノスのいいプレーを見せてもらいたいですね。このままじゃちょっと僕納得いかないですね。クラブユースの OB としてはクラブユースのいいところも見たいという気持ちがあると思いますし、しかもこのマリノスはクラブユースの2年連続のチャンピオンですからね。そうですか、1番草柳、前半はなかなか思い通りのプレーができませんでしたマリノスユース。10番の松木、9番の富田の2トップ、あ、いいボールですよ、中2人、18番の石田でのヘディング、右から崩した11番の渡辺、本来ですと今センタリングした渡辺がもう少し奔放に中盤でプレーするはずなんですが、そうですね、でまた今のクロスを出す前にこの松木がポンと叩いたんですけども、はい、この選手がむしろここでプレーするんではなくてゴール前に絡めるようなプレーをしてもらいたいと思いますね、せっかくあれだけの体格があるんですから。松木178センチ、
この渡辺174センチ、まもなく後半の15分になろうとしています。前半の3対0得点そのままに後半も進んできています。また日差しが強くなってきました。このダイレクト、左のアウトにかけたダイレクトですね。ボールを殺してます。中へあっと、シュートを直接狙ってきました。いいゴールセーブでしたね。11番の藤本、これもよく防ぎました。清水商業ボールです。ダイレクトのワンタッチ、アウトサイドでした。そうですね、このボールの勢いを殺してますからね。大崎監督に言わせますと、まだ海外遠征から帰ったばっかりでね、本調子までは程遠いんだと言ってましたが、しかし相当にプレーは光ってます。もう出せ、これも清水商業ボール。ゲーム時間は30分ほど残っています。やはり負けてるマリノスの方はですね、もっと前線からもう早いチェックをいかないといけないと思いますね。まだマリノスは選手交代がありません。いいでしょ、倒されました。松木叩いて出ようというところでした。そうですね、今いいタッチでしたけどもね。その松木大丈夫かという確認が入りましたが、本人はクラブの代表としてこの高校のチームに勝ってですね、この大会タイトル取りたいと言ってましたが、早い反応でした。小林弘樹、小林弘樹いいですね、安定してます。これもなかなかいいクロスだったんですけども、はい、キーパーよく勇気を持って飛び込みましたね。さあ中盤のマリノス、あスペースを使ってきます。いいですよ、はい、パスの強さが弱すぎますね。マリノスの榊監督が前半ミスが多いという反省がありましたが、後半もいくつか小さなミスがあります。マリノスユース、逆に言うと清水商業は相手の出を見ながら裏を裏を取ってきます。この辺りは細かい、マイナスが入る、コースを潰しました。マリノス、あっともったいない。ディフェンスのハーフの早川、ミドルシュート、いいシュートです。非常にタイミングのいいシュートでした、はい、もう今世界の舞台ではディフェンシブハーフがですね、はい、攻撃的なプレーをしてくるというのは当たり前になってますので、当たり前ですね。思い切ったいいシュートですね。この距離からやはりこの年代でも打てるというね、はい、素晴らしいことだと思いますよ。はい、真ん中対0のままです。清水商業リードして非常に前からよく追います。2点取っている小林、さあマリノス、ここはチャンスです。ちょっと全体の動き出しの前のプレーヤーがスピードがありません、はい、逆にファールを取られました10番の松木。だいぶこの辺りはフラストレーションが溜まってる感じがしますが、そうですね、ただまあいけませんね、きちっとやらないとね。清水商業リード、溺れた、ここはマリノスボールです。まもなく後半の20分になろうとしています。
に行った。またシュート。先ほどもミドルシュートがありました早川。そうですね、やはり早川、そのディフェンシブな選手が攻撃に出た時のこのはっきりしたプレーというかね、そういったものを意識したプレーですよね。今も早川の前に相当スペースが空いて、マリノスは中盤が空いてきました。ベンチからちょっともっと前で戦いというような声が聞こえてきました、はい、いいですね。最終ライン3番の谷池がまとめてます。このあたりは非常に簡単に相手の選手に渡してきます。そうですね、おじさん、はい、山本さんどうぞ。清水商業もう一人選手変えますね。さあ小林散らします。いいですね。清水商業は10番のフォワードの西川がスタンバイをしています。18番ですね。18番のセンターフォワードの新田に代わって西川、はい、2年生の新田に代わって3年生の西川。西川もこの大会1点取っている選手です。この大会も選手交代は3人までです。あたりは中盤は清水商業がまたリズムが出てきました。10番の上原コーナーです。3対0、前半の3点は小林久明の2点と藤本の1点。左ウィングの上原が蹴ります。ニアサイドに入ってきそうです。ディフェンスを絞らせません、清水商業。だいぶ選手がばらけて走り込んできます。さあ、ファーポスト前で今松木さん、ニアサイドに走り込んできて、はい、おとりに使うようにしてファーに入れてきました。そうですね、そのパターンですね。そうですね、マリノスディフェンスもよく体をつけていいディフェンスだったと思います。さあマリノス、ちょっとマリノスの全体の運動量が松田落ちてきましたね。そうですね、さんがこのユースの時代にはですね、はい、高校生のチームとですね、はい、やるっていうのは練習試合がなかったと思うんですね。そうですね、僕がユース時代はもうこんな大会なんてのはとんでもないです、はい、こんなユニフォームなんてのはとんでもないですしね。その練習試合での成績っていうのは当時強かった読売のユースはどうだったんですか。やはりその名門のチームとやるのが我々の楽しみでしたけどね、はい、なかなかやってもらえないっていうのは、ええ、どこのチームだってなもんで厳しかったですよね。ただそれが逆に何くそということで、ええ、何としてでも勝ってやりたいという気持ちを生みましたね、ええ、それが代表に入ってですね、はい、そのクラブ出身のチームと高校生のチームは一緒にやって、はい、あの合わないようなところもあったんですか、なかったんですか。いや、それはないですよね。ボールの大きさもグラウンドの大きさも人数も変わらないですから、ええ、よくプレースタイルのですね、はい、違いを指摘されるケースがありますよね、はい、これはあくまでも戦術的な部分でのその理解の差っていうのはありますけども、ええ、同じサッカーをやる場面でこの選手だからやりにくいということはないと思います。
なかなか大事なところで小さなミスが出ますマリノス。ちょっと手がかかったように見えましたがノーホイッスル。いいでしょう。いい出足です。あーっと、かかった。抜けていこうとするところでした。さらにですか、宮城君ですか。6番がディフェンシブハーフの三宅、はい、8番が草柳。160センチ台の、まあ、高校生にしては小柄な2人が中盤の底にいます。まあ、本来ですとマリノスはこの2人がもう少し攻撃的にプレーするはずなんですが、はい、選手は変わります。渡辺に代わって19番の阿部雄也が入ります。1年生のフォワードが入りましたマリノス。さあチャンス、あっと後ろから倒されたようにも見えましたがオフサイドですね。このぐらい最終ラインが押し上がってくるとマリノスにもチャンスが出てくると思いますが、ラインは浅くして前に運動量豊富な1年生のフォワード阿部が入りました。いいでしょう。この阿部いいボールだ。中へ。少しずつこういう形がマリノスとしては増えてこないといけませんよね。そうですね。ただこの阿部君もこの入ってすぐのこの一つ目のボールですね、それをきちっといいボールを上げているという、いい働きだと思います。さあ1点返したいマリノス。いいボール拾いたいところですが、ここは清水商業が出る。はい、こうです。落ち着いてますね。小林久明。ストプレーを読まれました。ラインが深くなりました清水商業。一人一人が非常に立ち上がり安定してます、うん、裏へ。組織的にもしっかりしてますし、一人一人の技術が安定してますよね。そうですね。なかなかマークから逃げることができませんマリノス。やはり清水商業の方が、まあ体力的にですね、そのキレがあると思いますね、はい、ラストプレー叩いてもう一度裏でもらおうという松木のプレーです、はい、アドバンテージです。ボールをもらう前に非常に周りをよく見ながら簡単に叩いてきます。そしてまたスペースがあるにもかかわらず、一人の選手がボールを持った選手が持つんではなくて、はい、ちゃんとボールを動かすということ、ね、これがリズムをつかめるんですね。大きな展開追います。カウンターに入りたいマリノスのユース。これはもう人のいないところへどうしてもつなぎに入らなきゃいけないので、もうミスが多くなりますね。藤本、上原へ。もう奪って前に立ててポストっていうのはもう完全に読まれてます、この細かい、非常に味のあるプレーです。これはもうすぐにでも J リーグで通用するようなタイプですね。体を入れてマイボールにして、なんか
ですね、左足で右に流すと見せて右で転がしてきました。今自分の打つスペースをですね、はい、そのアングルを探してたんですね。最後ちょっとミスのキックになってしまいました、まあいいトライですよ。やっぱりこの年代のプレーヤーはですね、はい、あのさらに年上のプレーヤーよりもいろんなアイデアを出していいと思うんですよね。もちろんですよ。マリノスはもう一人選手が変わります。上原がいます。このもっともいシュート、安定して入れ替わりました。3対0と清水商業がリード。そうですね、このワントラップで反転して右足で振り向きざまです。はい、やはりこのいい選手の特徴としてトラップの数といいますかね、はい、いろいろなタイプのトラップができるという、これがいい選手の一つの特徴ですよね。後半の31分を過ぎています。3対0のままです。決定的な形までいかないマリノスのユース。選手は一人ハーフウェイラインの外でスタンバイしていますが、アウトプレーになりません。真ん中フリーですよ。赤フリーになった。決定的な形になりました。藤本よく出ました。キーパー決定的なボールで出しましたね。このいやー、なんで決めてくれないんだって気持ちでしたけどね。いや確かにそう思いますよ。2年生の小野が出したラストパス、藤本を3年生が走り込んでいきました。ようやくボールがアウトしまして選手が変わります。先ほどのこれは小野のラストパスです。そうですね、もうここで自分のコースを作ってスルーパス、はい、このプレーを見るとあのベルマーレの中田とはまた違ったタイプのゲームメーカーになりそうですね。もっと柔らかい雰囲気で自分でも突破できるという、はい、マリノスユースは9番のフォワードの富田に代わって15番の香山が入ります。2年生富士さん、もう一人今度は新商業ですね、7番の松本が入りそうです。両チーム2人ずつ選手が変わりました。残り時間はあと12分ほどです。松木コーナーになります。選手は変わります。清水商業は昨日と同じように小林久明に代わって7番の松本が入ります。スピードのある選手。小林はコンディションの問題よりも手の怪我が気になるという大滝監督の話でした。さあマリノスのチャンス。いやでも今交代した小林君は本当にいい仕事をしましたね。しかし大滝監督には随分不満がありそうな感じですね。そうですね、パスの種類のこと言ってますね。まあ、大滝監督に言わせますとこの小林久明はゲームを作れるし相手のゲームワークは潰す仕事も両方できるんだということでした。はい、一つ一つこのゲームから出た後チェックが入りました清水商業。もしかし松木さん、はい、言い換えればまだこのゲームのですね感覚が冷めないうちに言っておくということもある程度は必要なことかもしれませんね。そうですね、いや意識を与えるということで必要なんでしょう。
ラインズマンのブランクでファールをコールしました。あと後半残り時間が10分ほどになってきました。3対0と清水商業がリード。後半に入ってまだ両チーム得点がありませんが手で触りました。イエローカードです。 J リーグのストイコビッチのプレーを真似したわけじゃないんでしょうかそうですね、こういうプレーはよくありません。やはり真似していいプレーといけないプレーがありますからね。まあ、選手にしては思わず手が出てしまうということはあることはあるんですが、はい、しかし今はそういう場面じゃありませんでしたね。そうですね。マリノスのユースがペナルティーエリアの中に入る。パスヒール回したシュート、いいタイミングで入ってきました。最後は松木、思ったよりも北パスが強かったんでしょうか。そうですね、ちょっと浮いたんでしょうか、はい、自分のヒールですね。ワンツーですね。そして宮澤のディフェンスが入ってきて、ちょっとボールが浮いたみたいですね。ただなかなかそのボールのスピードがあって難しいパスだったんですけども、はい、残念でしたね。まあ、一矢報えるかというようなシーンでしたけど、まあ、今のようなプレーもマリノスユースの一つの持ち味なんだと思いますが、はい、トップチームがディフェンスを固めてですね、はい、カウンターを多用してくるような感じのチームですが、うん、この大会を通じてこのユースもですね、はい、そんなタイプだと言われてきました。シュートを許す機会が増えて、だいぶ大滝監督の指示がマイクを通して聞こえるようになってきました。ここでブルーのユニフォームのディフェンスがズルズルっと下がる機会が増えてきました。いいですよ、いいボールですよ。このよくディフェンスしましたね。得点差3点。コーナーです。急ぎます。マリノス最終ラインのディフェンダーヘディングの強い選手が上がってきます。19番途中から入った阿部優也、15番は途中から入った香山、アポスト側へスローインに変わります。やはりこのコーナーキックをマリノスの方のですね、はい、コーナーキックを何本か見ました。ちょっとボールのスピードが遅いですね。もっと速いボールをディフェンスに当てた方が面白いんですけども、今のこの場面もそうですね。フリーですね。しかしいいディフェンスでしたね。この後です。細かい小野のプレー、いいタッチですね。昨日の準決勝のあたりも J リーグの評価部がですね、お目当ての選手を何人か見てましたが、ルイは小野がその対象の一人になってるかもしれません、まあ、僕がどっかのチームにいたら今すぐに学校辞めてくれって言うかもしれませんねそれぐらいやっぱり欲しい選手の一人でしょうね。日本代表でもですね、ゲームメイクのできる選手というのは育てるの課題の一つですからね、はい、清水商業は右サイドの柴田が上がってきます。また日差しが強くなってきました。国立競技場第6回の全日本ユースサッカー選手権のファイナルです。清水商業がこのまま勝ちますとこの大会3連覇、どうもこのままいきますとこの高校、まあ、今おそらくナンバーワンと言っていい力があると思いますが、この壁をクラブが
破るのは今年はちょっと厳しそうな感じですね、松木さん。そうですね。大きな展開です。やはりこの年代のクラブチームにせよ、学校チームにせよ、はい、日本のサッカーを引っ張っていく年代だということはこれは確かなわけですから、この年代がですね、お互い切磋琢磨に成長してきて、はい、その辺が重要じゃないかなと思いますね。なるほど。お互いのレベルが高くなってですね、この年代が成長して、そしてまたこの上の年代になった時成功してくれればいいわけですからね。あっと、プレゼントボールになるところでしたが、また入ります。なかなかここで一気に押し上がってきません、マリノス。入れ替えました。あっと、ちょっと強い、ちょっと大きいか。思わず顔に手が行きました、松木。あっと、抜けていった藤本。危ない。どうか。4点目が入りました。ちょうど後半の40分、藤本よく最後まで諦めなかったですね。4対0になりました。この前のシーンを思い出してもらいたいんですけども、はい、同じように小野からいいボールをもらって外してますね、そのシーンが彼の頭の中にあったと思いますね、今回は絶対決めたいとい う、 もう最後まで諦めないいいプレーでしたね。1年の時からさまざまな全国大会で活躍している藤本、今日これで藤本2得点4対0になりました。上原へゴーという声が聞こえてきます。いいボールだ。フリーになった。小野ディフェンダーがよく入りました。いろんなとこに出てきます。この選手は楽しみですね。しかもそれぞれの局面で非常にそれぞれの技術がしっかりしてますね。はい、昔ですとそのパスがうまい選手、はい、ドリブルがうまい選手、まあ、いろんなタイプがいたんですけども、はい、このように最近の本当に若いいい選手になりますとみんな金揃えて、なるほど、そのタイミングもいいと、これはやはり J リーグ効果だと思いますよ。あと残り3分、グラウンダー、また小野です。前に4人残っている清水商業、藤本もう競り勝ってきました。藤本2得点、すでにベンチに下がりましたが12番をつけていた小林沙紀が2得点。2分、清水商業3連覇目前。あと松本シュート、5点目が入りました。後半の43分、3対0から後半2点追加、5対0。運動量が落ちたマリノスのユースの最終ラインをちぎるように抜けていきました。そうですね、やはり大竹監督の一つの戦術として、その暑さに弱いチームということで、はい、この後半の一番きついところから前線の選手にプレッシャーをかけ始めましたね。それがいい結果で出ました。まだしかし清水商業のベンチからは10番の西川にもっと行けっていうような指示も出てます。はい、3対0から後半に入って5対0になりました。展開したいマリノス、まだ生きてます。あと1分、清水新商業、この全日本ユースサッカー選手権3連覇目前、初優勝であったマリノス、挨拶がつきました。
サッカーがおそらく今日は清水商業の選手はできているはずです。速い出足、この松本の運動量は非常に目立ちます。もう時間がありません。後半5対0になりました。ファールありません。ロスタイムに入りました。清水商業勝てば3連覇。高校のチームとクラブユースのチームがお互いの技術を競い合っていくというこの全日本ユースサッカーですが、5対0になりました。ファイナル、もう残る時間はほとんどありません。新田に代わって10番の西川が入っています。清水商業ロスタイムが1分ほどになりました。5対0変わらず、最後まで出足が落ちません。清水商業、レフリーの砂川さんはもう時計を確認してます。選手マイノスの選手が倒れてますが大丈夫です。ゲームはまだインプレイ。もう好調の小野、これもいいボール、上原へ、ホイッスルありません。そうですね、今のはボールいったという判断ですね、レフリーの。5対0、時計を何度も確認する砂川レフリー。ここで試合終了。清水市立商業、この全日本ユースサッカー選手権3連覇、5対0の大差になりました。今日の解説は松木安太郎さんです。松木さん、はい、清水商業が前半早い段階で得点を積み重ねてきました、はい、マリノスはなかなかそのリズムをですね、最後までいい形でですね作ってきませんでしたね。そうですね、特に始まって、6分ですか、はい、まあ、1点目を取られたわけなんですけども、その失点の時間帯がまず早かったのと、そしてまたあの内容的にもですね、ディフェンスラインがもう全然その応対できてない時間帯にやられてしまった、はい、その1点を頭にずるずると引きずってしまいましたね。昨日の西川区で行われた準決勝帝京戦でマリノスユースは非常にいいサッカーができてですね、はい、もっと攻撃的で非常にイマジネーションあふれるプレーが多かったんですよね、はい、そうですね、ただこの帝京を下したことで決勝に出ることで若干満足してしまったのかなという感じもしないではないですけど、野次さん、松木さん、はい、大滝監督に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。コンディションの違いを非常にうまくついた、ある意味で言ったら考えた通りのサッカーだったんじゃないか。まあ、マリノスにしてみれば気の毒なセッティングだったですね。夜やって昨日で今日のこの暑いところですから、我々にとってみればそのコンディション、日程的な状態で我々に非常に有利だったということがこのゲームの全てじゃないでしょうかね。しかも90分を通じてかなりの部分でいいリズムを作ってからサッカーされましたね。まあ、中盤に小野伸二という、あるいは小林咲というジュニアユースで揉まれた子が降りてたもんですから、そこにうまい展開ができたもんですからね、サッカーの割合外からいい仕事ができましたですね。それから選手の層の厚さもさることながら、選手同士の心の中にちゃんと意図が通っているように見えましたけど、まあ、そういう褒めていただけるとありがたいんですけども、だいぶそういうところではつながりがインターハイよりもレベルアップしているかなと思いますけど、まだまだこのシーズンはですね、お正月に大きなものが控えてますから、当然試合の中でもある程度勝ちを握りながらなお強い口調で指示飛ばしてらした、うん、次のことは全然意識はないんです。やっぱりこの大会にどういう結果を出すかということですし、
世間で言われているクラブと学校ということは我々にはそういうことじゃなくてやっぱり一つの大会ですのでこの大会にベストを尽くすということでチームを作ってきてますのでそういう意味では非常に国立という晴れ舞台で やれますので生徒も我々もいい形でできますからいい試合ができたなと思っています。3連覇おめでとうございました。ありがとうございます。それから2点を挙げて最後は4点目決定的な形藤本選手に来てもらいました。おめでとう。ありがとうございます。早い段階から2年生が点を取ってそれであなたも続けてある程度自分たちのサッカーが最初からできたんじゃないですか。まあ、全体的にはいいプレーみんなできたと思ってます。後半に入って1年生の小野君からのいいボール一度フリーでね、はい、やっぱ決定力不足とか今日はパスミスが多かったけどとりあえずキャプテンの松原が2回イエローカードで出れないということで本当必死に優勝することだけを考えて頑張りました。その松原君の分もしかし全体としては完勝だったんじゃないですか。はい。この夏はいろんなことがあってがっかりしたこともあったでしょうから、はい、いい優勝でしたね。はい。また選手権に向けて頑張っていきたいと思います。お疲れ様、はい、ありがとう。おめでとうございました。放送席どうぞ。3連覇果たしました清水市立商業の大滝監督そして今日2得点の藤本選手のインタビューでした。松木さん、はい、大滝監督がちょっとマリノスの選手にしてみればね、はい、コンディショニングでかわいそうな部分があったんだとそう言ってましたね。そうですね。やはりこの夜ゲームをやった、はい直後にまた昼間のゲームということで、その辺をしきりに監督はおっしゃってましたけども、はい、やはり勝負事ですからそういった部分も含めて、はい全てにおいて勝つのか負けるのかと、はい、もうその世界ですからその辺はしょうがないなと思いますね。松木さんがこれからはこの選手たちにとってねいろんな大会に行くにあたってエクスキューズなしだという話が途中から出ましたが、ね、やはり言い訳はサッカーには通用しませんので、ええ、やはり自分が今一体何をできるのかまたできることを 100% 出すことが僕はこの競技で一番大事なことじゃないかなと思いますね。高円宮杯の全日本ユースサッカー選手権大会準優勝が横浜マリノスのユース3連覇果たした清水市立商業です。喪に服していらっしゃる高円宮様は今日はおいでになってませんが今重松義則サッカー協会の専務理事の職務代行から表彰状それからメダルが渡されているところです。松木さんそれから大滝監督はね、はい、学校とかクラブとかそういうことじゃないんだと、はいそうですね、一つ一つ大事に戦っていくんだとやはり僕もそういった意味ではこの日本全体のですねこのレベルがですね、はい、本当に変なその隔てのないような世界でですね、ええ、互いが切磋琢磨、はい、先ほども言いました、ええ、互いの実力を出し合って、はい、でまた勝負に強い選手が生き残っていくというね、ええ、そういった世界で生きてもらいたいなと思いますね。なるほど。 J リーグが始まって3年目になってモチベーションの問題とか将来の問題とかをね、橋田も途中で話してくださいましたが、はい、そういう意味で選手の意識が非常に高くなっていると思うんですね。そうですね。もうこれからもう J リーグができたことでプロの世界とアマチュアの世界というのははっきり区別されるわけですから、はい、その両方にじゃあ一体自分はどこにかけるのかと、その目的に向かって頑張ってもらいたいと思いますね、ええ、清水商業の選手には国際大会をですね経験している選手がもうすでに何人もいますし、はい、そうですね、まあ、清水という地域柄でですね、はい、トレセンの制度も非常に早く進んでますし、はいまあ、プロのチームがもう静岡県内には2チームすでにあるわけで、そうですね。ですからこれからはこのクラブチームも含めてですね、はい、いかにこの年代の選手をもっとたくさんですね、はい、いい選手を育てていくことがこれから日本のサッカー界をグンと盛り上げる一つの方法ではないかなと思います。日本サッカー協会の島田秀夫名誉会長からメダルそれから表彰状などが渡されているところです。この清水市立商業はインターハイの時、まあ、高校総体鳥取で行われましたが、はい、初戦で市立船橋に1対0で敗れて、その後また調整をしてからですねこの大会に臨んできました、はい、特に今日はこの今メダルを受けている小野のねいいプレーが目立ちましたね、1年生そうですね。本当にいいタッチと、はい、いいパスワークと、ええ、本当に判断力もいいということで、ええ、でましてや高校1年ということでね、はい、日本にもこんな素晴らしい選手がどんどん増えてきたのかなと思って、はい、将来が本当に期待持てますね。今日の解説は松木安太郎さんでした。松木さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ユース年代の日本一を決める全日本ユースサッカー選手権清水商業3連覇をお伝えしてお別れします。